はいおようになる、えー、本日はですね、えー、昨日、えー、令和2年、えー、9月29日に行われた、えー、広島地裁での、えー、令和2年括弧、えー、は第465号広島県警察人権侵害損害賠償請求事件、まあ、正確には賠償請求事件と名付けておりますがこの事件の 報告をお伝えいたします今までにですね何回か裁判を行われてきてですねだんだん大詰めに近づいてきて昨日は実際にその時に、えー、いたとされる警察官の尋問それから原告の尋問が行われましたまず、えー、概要を知らないことはお伝えいたしますが、えー、この えー、事件は2つの件について、えー、暴行事件について、損害賠償を請求している事件でございます。1つ目はですね、令和元年8月6日の日に、えー、広島県広島市、えー、南区宇名の、えー、道路上において、警察官が、えー、原告に対して腕をつかむという、つかんで引っ張るという暴行を行ったとする事件です。 もう一つはですね、えー、それよりかさらに前にですね、えー、広島県中央警察署の前で、えー、県庁職員の斜め横断撲滅活動を原告が行っていたところ、えー、斜め横断をした県庁職員がいたために注意をしようと一歩踏み出したところ、えー、横にいた警察官が突然、原告に対して、えー、体当たりをしてきたと。 いうことについて争っておりますでまず一つ一つ説明していきますえ昨日承認新問されました、えー、が、えー、令和元年8月6日の件について先にお話をしますまず令和元年8月6日の日にですね、えー、プリンスホテル プリンスホテルというものが、えー、広島県広島市の、えー、南区にあります。有名なホテルですよね。えー、ここから発信して、えー、平和記念公園の式典に向かうという、えー、安倍総理大臣が、えー、の、えー、通過地点、えー、この地点において、えー、原告が上り旗を持って で立証していたところ、えー、それに対して場所がここではダメだめだあそこではだめだと言って結局右の腕を掴んで引っ張るという暴行事件を行ったとされることですでこれからさらに詳しく説明していきますねまず当日、えー、8月6日は毎年安倍総理大臣はプリンスホテルから発信して えー、路面電車がこう通っているんですが、えー、この、えー、多分宇品だったかなちょっと忘れましたけど、えー、この宇品湖があって宇品湖の一つ手前の路面電車のここ正確にはここは駅か駅はねこの駅の、えー、プリンスホテルを通って宇品の、えー、交差点をこれ左に曲がっていくんですね。 直進してきて、左に曲がって、まあ、平和公園の方に行くということで、当日もですね、プリンスホテルから出た安倍総理大臣は、ここを通過していきましたが、7時40分ぐらいだったでしょうか。7時40分ぐらいだったと思います、多分ですね。で、7時頃から原告はえ来て立っていたんですが、まず最初に、 えー、この、えーえっと、路面電車の手前のこの地点ですね。この地点で、えー、立証を始めようとしたところ、警察官が来て、原告さん、あなたここじゃちょっとまずいから、こっちへ行ってくれないか、ということで、こっちへ移動しました。はい。そうしたところ、ここには、えっと、こ、え、う、ー、になっていて、もうすでに警察官が何名か来ていてですね、交通の警察官。白バイはひっきりなしにここを走っておりました。 そしてこれ柵があるんですね。柵を乗り越えないと、えー、道路には出ない。普通方向車は道路出ないけれども、えー、結局、